乗車ありがとうございます。次は百合浜温泉のあるガツリです。ご乗車いただきありがとうございます。さて、これより富谷駅までの海岸線は笹川流れと呼ばれており、キラキラ月の車窓からもその美しい景観をお楽しみいただけます。笹川流れでは自然が作り出した奇岩がそびえ立っていますが、名前がついた岩がいくつかあります。まず熊川駅を過ぎてすぐ見えるのが君戻し岩です。笹川流れには1186年、兄の源頼朝に追われた源義経一行が大塩を打ちした際、笹川流れを小舟で逃げたという伝説があります。この君戻し岩は義経が笹川流れの景色に気づかず何気なく通り過ぎてしまった際に、義経の家来が景色を見せようと呼び戻したことが由来となっています。また熊川駅から一つ目のトンネルを過ぎて見えたのが左岩です。義経がこの岩を見て似たり似たりと笑ったことが由来です。熊川駅から2つ目のトンネルを過ぎて見えるのがメガネ岩です。実は名前とは異なり、岩には穴が1つしか開いていません。これは昭和39年の新潟地震の際、片方の穴が崩れたものですが、今の姿の方がかえって美しい笹川流れの景観を高めてくれています。説明は以上ですが、笹川流れにはまだまだユニークな名前のついた岩があります。引き続き車窓に広がる日本海の景色をお楽しみください。
乗車ありがとうございました。まもなく百合花温泉のある月に到着いたします。お出口は左側です。